こんにちは、アイです。今日は青春18切符、若くなくても使えるというお話です。今日青春18切符を使って3回目の旅を、終えて、今最寄り駅から、家に向かって歩いています。で、今日は海を見たいなって思って、千葉県の内房の海のところに行ってきました。前回の放送で、無事に海に着いて、でちょっとこう海と戯れるみたいな、これから戯れますみたいなお話をしたんですが、無事に海岸のところで、ちょっとだけ足を水に濡れるか濡れないかぐらいのところを歩いて、自然の持つエネルギーを感じてきました。で、今日が3回目で、以前の 1回目と2回目っていうのは福岡の実家から東京に帰る、戻ってくる時に、福岡から京都、京都から東京という感じで、1回京都で1泊して2回に分けて普通列車を乗り継いで帰ってきたんですが、でそれに使って、長距離の移動をしてきたんですけど、今回は3回目、ちょっと前回かなり日本列島の半分ぐらいの距離を移動して、多分 1000キロ以上みたいな、なんか検索で見るとそれぐらいの距離だったみたいで、さすがに今回はあまりもずっと列車に乗りっぱなしっていうよりも、もうこう気軽にちょっと行きたかったなとか、なんか気になるなっていう場所に行くだけの旅にしようと思って、海が大好きなので海を見て、であと最近メキシコ料理にハマってるので、ちょっと気になってたメキシコ料理屋さんに行って美味しいタコスを食べて、で帰ってきました。で、青春18切符っていう名前なんですが、私もこう以前はこの切符ってすごい鉄道に詳しい人しか使っちゃいけないかなとか、外資としか使っちゃいけないかなみたいな、そういうこう感じがあって、なんか気にはなってたんだけど、なかなか、買うまでにはいかなくって、でもなんかこうちょっと気になってたんで、しっかり調べてみると、年齢制限はなくって、で若くなくても使えるということが分かったので、昨年初めて行ってみて、今回はちょっとこう流れでまた買うことになって、今回は夏の青春18切符で旅をしています。でただ若くなくても使えるっていうことではあるんですが、かなりやっぱりせっかくだからちょっといろんなとこ行ってみようとか、あと遠距離の電車に乗ってなんか待ち時間あんまりない中、若い鉄道ファンの方たちと一緒に乗り継ぎをやったりと、ちょっと体力はいるかなって思います。階段を颯爽と歩けるぐらいのなんか気力と体力はいるかなっていう感じはするんですが、ちょっといろいろ旅行したいな、でもお金も時間もないなみたいな方で、お金がこちらの金額が
12,050円ぐらいだったと思うんですが、それで5回旅行できるので、ちょっとお得に旅行したいなっていう方には一度トライしてみるといいんじゃないかなと思います。今回今日の旅行で3回目まで使って、であとこれが全部で5回使えるので、あと2回夏はの多分9月の上旬ぐらいまでのピークになっているので、この期間までにあと2回またちょっと気になるとことか、行きたいとことかを探して、こちら行ってみたいなと思っています。で、多分もう一回海に行って、あとはもう一回は山に行って、自然のエネルギーをしっかりチャージしていきたいなって思います。ということで今日は青春18切符が、年齢制限がないよっていうお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。